厳しいかもしれないけど、普通にリパクってやってるのよ。で、肉ってだんだん日が経つと黒ずんでくるのね。で、黒ずんでくるとさすがにリパクがまずくなるから、今度は、あ、そう、裏返しもある。で、それを今度は惣菜売り場に行くのよ。で、惣菜売り場で調理されて、調理されたとんかつとして販売される。っていう、その、商品っていうのが売れなかった場合にどういうルートをたどるのかっていうのとかもわかるわけよ、スーパーと。で、これは魚でも同じで、で、魚売り場で売れなかったやつが、その惣菜売り場に行くとか、これ日本の話ね。あの、なんだろう。志村四丁目団地、あの、これ以上言うと特定されるから店わかっちゃうの言わないですけど、まあ、あの、店の名前変わったんで。っていう感じで、あの、世の中の裏っていうのが結構あるわけですよ。まあ、僕が働いたわけじゃないんだけど、例えば友達の、あの、R、ホスト的なファミリーレストランで働いてた友達がいて、あの、お米のお皿は洗わないっていうのがあって、あの、お米がお皿に乗せられる店なんですよ。ファミレスなんですけど。で、あの、米って乾燥して固まるとすごい洗いづらいじゃないですか。あの、なかなか取れないし。で、実は水かけて最後まで取らないんですよ。だって取らなくてもさ、上にご飯乗ったらさ、みんな気づかないでしょ。で、ご飯食べた後に、なんかちょっと硬いご飯が皿についてても気にしないでしょ。だからそこを一生懸命洗う必要がないのよ。だからご飯の皿はきちんと洗わなくてよいの。これはただその店舗によるかもしれないよ。で、ファミリーレストランってそういう思想のもとに成立してるのよ。で、例えばその牛丼屋で働いてる友達とか見てさ、で、サラダとかがあるわけじゃん。で、その、切ったサラダのトマトとかがさ、床にドーンとしてさ、床に落ちて、じゃあ下水に触ったとしてもさ、パッと水かけたらさ、もうわかんないじゃん、それが。下水に落ちたトマトかどうかなんて。だから別にサラダに入れて置いとけば、誰かが買って食うのよ。っていうのが、あの、世の中で普通に発生してると。あの、なんかね、だから、最近のさ、その、食べ物の中になんか異物が入ってて騒ぐ人たちっていうのはさ、本当に俺働いたことねえんじゃねえかなと思うんだけど、あの、働いてる現場ってそんなもんだよっていうのを、バイトするとわかるの。嘘つけじゃなくて。だから働いてみなよ。食品で。あのね、まあ、ラーメン屋とかでも働いてたけど、あの、飲食業界でゴキブリのいない店なんてないよ。あの、食べ物を置いてる限りゴキブリが 100% 発生するから。んで、あの、食材っていうのを全部じゃあ冷蔵庫に入れて鍵かけてるわけじゃないわけですよ。やっぱり積み上げとくわけですよ。野菜とかだったら。で、それを虫がかじるわけですよ。当然ね。だってゴキブリいっぱいいるんだもん。でも、それはわからないんだよ。で、それは当たり前のこと。家庭でもそうでしょ？だって、僕あの、パスタとかでも冷蔵庫に入れるたちなんですけど、結構パスタをそのまま置いてきてるじゃないですか。あれ、虫はそのまま食いますよ。で、あの、見えないぐらいちっちゃい、その小バエとかが飛んできて、それのなんか野菜とかに触って食ってる可能性もあるわけですよ。で、これは、あの、当たり前の出来事で、ただ、それをなぜか皆さんがその、知らないというか、見ないことにしてる人多いよね。ペットボトル入れるの。そうそうそう。世の中知らないことがあってもいいんだよ。いや、なんか知らなくて虫を食ってるのと、そういうのが分かってて、外で虫食わ、その外で飯食わない方がいいよねっていう、どっちになるかだと思うんですけど、だから僕はあんまり会食しないんですよ。いや別にそういうの気にしてるわけじゃないんですけど、あの、記者代理店も行ってくるんですけど、ただ、あの、どうせだったら自分家で食っても大して変わんないかなっていう気もしてるっていうのもあります。はい。あ、揚げ物とかも、あ、そう、だから、惣菜売り場の時も、あの、油って、油の、その、揚げるための鍋っていうのが3つあって、1日目は、その、天ぷらを揚げるんですよ。で、2日目になると、それが今度は移動して、あの、なんだろうな、とんかつぐらいを揚げる油になるんですよ。綺麗な揚げ物。で、3日目になると、今度は、あの、唐揚げとか、あの、ちょっと色の濃いやつ。要するに、あの、トンカツがなぜ黄色で、違う、天ぷらがなぜ黄色で、トンカツがなぜ茶色いかっていうと、あれは油の汚れの色なんですよ。だってさ、天ぷらにしろ、トンカツにしろ、T
天ぷらは小麦粉を揚げたものでしょ。で、とんかつはさ、パン粉をつけて揚げたんでしょ。パン粉って白いじゃん。なんで茶色くなると思う？その、まあ、パンが焦げるっていうのもあるんだけど、基本的には油の濃い色がついちゃうわけですよ。で、だから別に、だからそれはもうしょうがないのよ。だって、油をさ、惣菜売り場でさ、一回でなんか5リットルとかもっと使うかな、10リットル、20リットル使うんだけどさ、それを毎回捨てたら高いじゃん。だから、それは使い回さざるを得ないのよ。だっていうのは、世の中には普通に成立する話ですよねっていうところを、そう、皆さん知らないんですよ。で、別に油の色が悪くなってるの、あれ酸化だったり、炭化したものが混じったりで、別にその体に悪いわけじゃないんだよ。単にその、ゴミが増えて黒くなっちゃうだけだから。うん。なんだろうな、っていう、なんだろう、ことを知ってる、見たのっていうか、僕だって惣菜売り場で油交換してたもん。うん。だから、で、3日目になるとさすがに捨てるみたいな。そう、新しい油が揚げたってうまい。そうなんですよ。ここから BI につなげてくれるはず。というわけで、仕事というのがどうやってその現場で回ってるかというのを世の中の人は知らなすぎる。で、知らなくてもいいんじゃねっていうところが僕はベーシックインカムに賛成する理由の一つ。というのは一つ一つの技術だったり、文化だったりとか、まあ職場での様式だったりっていうのをきちんと知ろうとするのってものすごいコストが高いんですよ。で、そこまでの、なんだろうな、じゃあ例えば、経理の人っていうのいるじゃないですか。世の中に数字が得意です、経理ですっていう。で、経理の人っていうのは電卓は叩けるんですよ。で、経理の人って数字が好きですよと。で、その人たちの発展系にプログラマーっていうのがいるんですよ。要はKの人って Excel はいじれるじゃないですか。でもじゃあ Excel で関数作れるかっていうと、関数作れない経理の人が多いんですよ。でも Excel の関数を作るっていうのになると、もうプログラム的な技術になるんですよ。で、っていう形で、だんだん人って高い技術が必要になるんですよ。Excel で VBA やれるぜっていう経理の人もいるんだけど、なので、高い技術を手に入れた人は、そのままきちんと働いてください。ただ、高い技術を手に入れることができない人というのは世の中に存在します。たとえそれが経理として、月給20万、30万もらってるような人だとしても。で、そういうのがじゃあ全て自動化されて機械化されてしまうよねっていうのが、エストニアの話って前回しましたっけ？した？これ放送でしたかな？エストニアって税理士会計士がいないんですよね。銀行取引が全部オンラインになっていて、っていう話で。そうそうそう。なので、経理の人っていうのが存在する必要がなくなっちゃう社会があって、で、じゃあその人たちに、じゃあもう仕事をしなくていいよと。で、その代わりお金あげますからっていう方が、今度は経理じゃなくて、その人は別の能力を磨くことになると思うんですよ。別にだから本当は経理辞めてみたら、実は系統の手編みがめちゃくちゃ上手い人になるかもしれないわけじゃないですか。なので、この技術はもう学ぶ必要がないので機械であります。ただ、そこで仕事を奪ってしまうと、その人たちは働く、お金がなくて暮らせなくなってしまいますよと。なので、暮らす最低限っていうのはもう国が提供します。で、その間に、別の技術を磨いてください。漫画を描くでもいいし、別に作詞作曲するでもいいし、生主になるでも YouTuber になるでもいいわけですよ。なので、別の技術を磨くっていう時間とお金が必要なんですよ。で、それを提供しない限り、社会っていうのは僕は成長しないと思ってるんですよ。ちょっと新しいビール持ってきていいですか？酔ってるから話が取り留めもないね。教育を変えよう。教育は変えられないんじゃないかな。というのも、正しい教育とは何かというところの答えを出せる人があまりいないから。ペルフォースっていう 6.5% のビールですね。例えばじゃあ、僕が嫌いだった授業で漢文とか古文っていう授業があったと思うんですけど、あれをやることで、
僕の人生にとって何のメリットがあるかというと、一切ないわけですよ。今のところ得した覚えはないですね。なので、そう、大学入るためのツールとして覚えたんだけど、その古文漢文ということの知識が僕の人生で役に立ったことはほぼなくて、っていう感じで、その教育って役に立つものと役に立たないものの差が激しいんですよ。例えば、その、アメリカ人って掛け算できない人多いんですよ。でも、掛け算、暗算でやる必要ないじゃんっていう人の方が世界は多いんですよ。電卓あるし、足し算で大体間に合うし。例えば、その、レジ打ちますっていう人だったら、今バーコードでピッピッってやるだけだから、別にその、120円が4個あるから480円ですみたいな計算を暗算でする必要ないんですよ。で、逆にだって、じゃあさ、その、分数の掛け算を暗算できるかっていうとできないわけじゃないですか。だから結局、機械とか電卓を使うわけですよ。で、機械とか電卓が、で、みんなスマホ持ってるわけだから、もう掛け算割り算を暗算でする必然性がないんですよ。いや、数学者になりたい人はどんどんやってもらって変わらないんだけど、要は、必要な知識と必要じゃない知識っていうのはどんどん変わってくるんですよ。だから、例えばその、社会って授業ってほとんど、言語とか、その年号を覚える授業なわけじゃないですか。なんか、その、1492年にコロンブスがアメリカ大陸を見つけましたとか、そのなんか、泣くよウグイス平安京みたいなとか、で、あれって覚えても何の意味もなくて、しかもその、鎌倉幕府ができた年が、ここ10年ぐらいで変わったわけじゃないですか。いい国作ろう、鎌倉幕府がいい国じゃなくなったよね、みたいな。なので、覚えるだけ無駄なんですよ。で、それより最新のを、ウィキペディアなりで見れるようにしといた方がいいわけですよ。だって、1192年に鎌倉幕府できたんだと思ったら、今は間違いなんですよ。それだったら、知りたいときに、ググれる方が正しいわけですよ。理論は数学わからないと無理じゃん。そうそう、だから、理論的な考え方とかに関しては、論理的なものの考え方とかっていう抽象的な部分に関しては、割と僕は教育でやるべきだと思ってるんですよ。ただ、表面的な記憶だったり知識っていうのは、どんどん変化していくので、覚えてもしょうがない可能性が高いんですよ。でも、学校の先生になりますっていう教育免許を、例えばその22歳とかで大学卒業してもらった人が、65歳とか40年くらい働くわけじゃないですか。だそうすると完全にその必要な知識っていうのとは離れてるわけですよ。社会との接点ないからね。例えばその僕今40ですけど、僕と同時期に多分教職取った人っていうのはインターネットをそこまで触ってなかった世代なんですよ。だからそのネットとか別になくてもいいんじゃねっていうふうに思ってたぐらいの人もいるわけですよ。家にパソコンないですっていう大学生は僕の時代までいっぱいいたので。で、そういう人がじゃあ学校の先生になっても別に家にパソコンいらないよねっていうので、パソコンなんかいらないという教育をしちゃう可能性があるんですよ。だって自分必要だと思ってないから。でも今、まともな会社に就職しようとして、パソコン使わない仕事なんてないわけですよ。まあその、タブレットになりましたとかのレベルはあるかもしれないけど。なので正しい教育とは何ぞやっていうのが、その10年20年でどんどん変わっていくので、そういう意味で正しい教育って何ですかっていうのを一概に言うのはすごく難しいので、現実に合わせて必要なものをきちんと取捨選択する能力を教えてくれることなんじゃないかなと思います。そう、今の子供逆にブラインドタッチできないんだよね、スマホやっちゃうから。だからスマホとタブレットが僕が嫌いな理由もそこで、消費者にしかならないんだよね。じゃあスマホのアプリ、そのパソコンで触ってると、パソコン触ってる人って、じゃあなんかホームページ作ってみようとか、なんか、じゃあその絵を描いてみようとか、そのパソコンでできるいろいろなことで物を作るっていうのを始めたりするんですよ。でもスマホって基本消費者にしかなれなくて、落ちてるアプリを拾ってきて、そのアプリで楽しむっていうので、その何かの技術だったり物を作るというのを育てない気がしていて。なので僕はあんまりスマホとタブレットっていうのが、普及するのは良くないと思ってるんですけど、これで終わりします。はい、お疲れ様でした。